教えて小野くん挨拶の基本。まずはチェック。あなたは挨拶と言われたらどんなことを想像しますか？こんにちは、こんばんは、おはようを言えば OK？ これは間違い。一緒に挨拶の基本をマスターしてみよう。挨拶をするときは相手に聞こえていることが大切。相手に聞こえるように大きな声で挨拶しよう。こんにちはと言うだけではなくて、挨拶した後に相手とコミュニケーションをしてみよう。そうするとお互い気持ちがいいね。挨拶は立場によっても変わるよ。例えば何かのイベントに参加したときは、参加させてもらってありがとうとちゃんと伝えたり、イベントが終わった後に連絡をして感想を伝えたりすることが大切。挨拶をするときは相手への感謝の気持ちを持ってするのがポイント。自分が感じる感謝を胸に挨拶をしてみよう。挨拶まとめ。挨拶をするときは相手に聞こえるように大きな声で。挨拶の後コミュニケーションを取ってみよう。挨拶するときは感謝の気持ちを持とう。チャンネル登録してね。